キーです。今日なんかあれでしょ、いつもと違うでしょ。ピッピッ、なんちゃってアナウンサーみたい。今日はね、ちゃんとお仕事してきましたよ。だから本当のお疲れちゃんビールです。本日も一緒に美味しいビール飲みましょうね。ということで本日のビールはこちら。あれ、また金麦って言わないでくださいね。金麦のザ・ラガーでございます。なんかさっき LINE も来たけど、しんごちゃんが CM やってるらしいね。まだ見てないけど、今日はねこれイオンで見つけてきたんで、これ買ってきちゃいました。一緒にこれ飲んで乾杯しましょう。今日はねチョッキで飲んじゃうよ。やっぱりでね、帰ってきてすぐだとこう揺られちゃって、あわあわだ。君はこうやってね、チョッキでガバガバ飲むのがいいと思います。一気に入りましたよ。ってことで本日もお疲れ様でした。乾杯。なんか違うよ。これあのね、香りも違う。香りがないか、甘みが濃いのかな、なんだろう。違うよ。この金麦ちゃんは本格二段仕込みって書いてるんですけど、二段仕込みだから違うのかな、わかんない。疲れてんのかな、わかんない。もうね、味覚がわかんなくなってきちゃった。でもね、すごい甘い。甘みを強く感じるから、なんかコクがあって芳醇な感じがする。大丈夫かな、もう疲れてんのかな。私ね、前々から宣言していた通り、2月の1日からね、社会復帰ですよ。長い冬休みがね、終わってしまいました。約2ヶ月かな。まああれね、休みは長すぎるってことないね。で、一応言っておきますが、あの前回の動画で、行政書士の試験受かったーってこう騒いでたじゃない。で、あ、いきなり福永こんなジャケット着ちゃってさ、もう開業しちゃったのなんて思われちゃったら、あのいけないんで、一応言っときますけど、開業してません。行政書士の試験は受かりました。受かったけど、まだちゃんと受かりました通知みたいなのも来てないし、バッジももらえるらしいんだけど、それも来てないんで、まだねお仕事してません。で、開業は今のところまだする気はないです。まあできればね、今そのなんて言うんだろうね、ちょっと落ち着いたらね、副業かなんかでやれたらいいななんてね、ちょっといろいろ考えてるけど、まだ模索中っていうのもね、その新しい会社入ってまだ2日目なのよね、私ね。もう本当にね、この人何やってんのって思う人いっぱいいると思うんだけど、自分でもね、なんて説明していいかは僕わからないです。資格がね、いっぱいあるのね。だから、元何々っていうの一言ではね、くくれません。元で言うんだったら、元美容師の資格もあるから、元美容師だしね。この間やってたのは保育士だから、元保育士になっちゃったしさ。いっぱいあるよ。元英語教師の先生っていうのもやってたしね。以上英語教師の資格も持ってるっていうね。全然使ってないけど。だから、まあ、なんていうかね、いろいろやってんですよ。IT 系も長かったしね、パソコン系とかソフトウェア、ネットワークか。だから、どっちかっていうとね、そっちが得意なんだよね。で、今回はね、全く、っ
週金融系に入っちゃって、金融庁がねそろそろあの私を迎えに来るかもしれない、ね、来ないか。だから全然ジャンルが違うんで、今ねすごくそっちの働いてる方たちと足並みを揃えるためにね必死でね勉強してます。こうなんかねこんなんとかさ、もう何を勉強していいか分かんないのよ。だからとりあえずさ、なんか株とか投資とか金融とかいろいろ勉強しといた方がいいのかななんて思ってるんだけど、さっぱり分かりません。なんて言ったってね、なんだっけ、NISA、NASA、あれね、NASA の子会社だと思ってたの。だから宇宙開発かなんかのね、会社だったと思ってたね。全然違うらしいね。こう入門書見てびっくりしちゃってます。それぐらい、何の知識もないのにね、本当に10歳でね、また新しい業界にね、首突っ込んじゃった。どうなることやらって感じですけど。やっぱ金麦はいいね。金麦のいいところは違うの出すじゃない、青いやつとか赤いやつとかちゃんとね味が違うんだよね。ほんと赤いのと青いのってもう違うし、水色のやつ美味しかったな、夏限定のやつ、あれも美味しかったし、本当にそれぞれのこうパッケージでちゃんとなんか個性を出してきてるというか、私みたいな分かんないやつでもね分かるこの違いを見せてくれるから、すごく大好き。金麦大好きだよ、愛してるよ金麦ちゃん、これからもよろしくお願いします、こちらこそみたいな。そういえばね、2月の目標決まりました。会社帰りは絶対に寄り道しない。でね、まあ今日は2日目ね、金曜日は覗いてるからね、あと明日と明後日我慢すればね、もう解禁っすね。金曜日はね、もうね、絶対に雨が降ろうと槍が降ろうとね、地震が来ようと店が開いてりゃ行きますね。行く行く、絶対行く。稲子の大群が発生してもね、行く。外の水ずっとしてないんだから。だってまだ2日だけどね。あ、じゃあ、日曜日もやってないから3日だ。大変ですね。世の中の状況がもう分かんなくなってきた。ということで、金曜日は、銀座あたりにパトロールに行こうかな、なんて思ってますよ。最後まで美味しいな。こんなにでも甘いのにカロリー高くないのかな。100ミリリットルあたり47だって。他のやつが何カロリーかも忘れちゃったよ。まあね。あと2日頑張ります。ってことで、本日のビールはサントリー金麦ザ・ラガーでございました。本日も美味しいビールありがとう。会いました、ペコリー。またすぐ会いましょうね。じゃあね、 See you bye。